どうもライオン兄さんです。今日は積み立て兄さんの銘柄選びのポイント、あと、おすすめの銘柄っていうのを、紹介したいと思います。で、私の公式 LINE に登録していただきますと、長期投資のテクニックという教材を無料でプレゼントしております。でその中で、詳しく長期投資のやり方、あるいはこういう目線でやっていくっていうのを解説しておりますので、ぜひ LINE に登録していただいてプレゼントを受け取ってください。で、そのプレゼント動画の中で説明している内容は今回割愛させていただきます。はい。で、積み立て NISA の、銘柄選びのポイントなんですけど、まず一つ目、時価総額に注目します。純資産が100億円以上、まあ、括弧50億って書いてるんですけど、まあ、本とかでは50億以上、あった方がいいよっていうふうに書かれているんですけど、私がいいなと思った銘柄っていうのは100億以上すべてあったので、100億以上の純資産を持ってる銘柄がいいんじゃないかと思います。で、純資産があまりにも少ないと、ファンドが頑張って運用してても、お金が少ないと、もう例えばその無期限っていうものを選んでほしいんですけど、投資する運用する期間をじゃないと償還されてしまいますので、この純資産が少ないと無期限であったとしても途中で、償還されてしまう、もうこれ以上運用できませんよっていうので、お金に変えて償還されてしまうパターンがあるんで、我々がやっていきたいっていうのは長期投資、10年20年やっていきたいということなので、長期投資していくためにも純資産が大きいものを選んでください。はい。じゃあ2つ目いきます。信託報酬が安いってことですね。これはファンドに払う、運用してくれてありがとうございますっていうファンドに払うお金です。で、具体的には 0.2% 未満の銘柄が有料なんじゃないかなと思います。で、この信託報酬が高ければいい運用成績を出すっていうのは関係ないんで、これはもうもちろん安ければ安いほどいいんで、信託報酬が安い銘柄っていうのを選んでください。はい、3つ目いきます。配当は分配型っていうのと再投資型っていうのがあるんですけど、この再投資型の方を選んでください。分配金が出るっていうのはどういうことかっていうと、その資産っていうのをファンドが売却して分配金を出してるんで、価格っていうのが基本的に分配型の、投資信託っていうのは下落していく傾向があります。なので、そういった意味でも分配再投資型がいいですし、そもそも長期投資をするってことは複利運用したいっていうことですから、利益が出たそこで分配金をもらうんじゃなくて、それをまた元本に組み込んで、複利運用していくっていうことでレバレッジを効かしていくんで、積み立て NISA は選ぶ銘柄っていうのは再投資型のものを選んでください。はい。で、4番目、米国株インデックスを中心としたポートフォリオですね。なぜ米国株インデックスがいいのかっていうのは、長期投資のテクニックっていうプレゼント動画で説明してますので、今回説明は割愛させていただきます。はい。
以上が、銘柄選びのポイントです。純資産が、大きいもの、信託報酬が安いで、手数料っていうのは積み立て NISA に選ばれているものは手数料は全てノーロードって言って無料のものです。はい、なので、払わな経費としてかかるのはこれですね、信託報酬のみです。あと、複利運用していくために再投資の銘柄で、最後に米国株インデックスを中心としたポートフォリオっていうのがいいと思います。はい、じゃあ実際に私がいいなと思うランキングっていうのを4位まで発表します。これ私があくまでいいなと思うだけであって、参考までに聞いてください。必ずこれが買わないといけないっていうことではなくて、あくまで参考にしてください。でまず1番がNISA外国株式インデックス。日生っていうのはこの保険会社ですかねが、保険とかでも運用してるものもありますから、こういうのを投資信託で運用してると。で何に、ポートフォリオを組んでるかって言ったら米国株を中心とした先進国に分散投資ですね。先進国の株に分散投資、まあ、65% ぐらいアメリカなんですけど、それ他 20% にヨーロッパとか 10% ぐらいアジアとかっていう風に分散してます。でそのインデックスの名前が MS どっちだったっけな、 MSCI 国際とかいうやつですね。はい、でこれが信託報酬が 0.1% ぐらいなんで非常に安いと。で運用成績いいのに信託報酬が安いっていう素晴らしい銘柄なので、これを1位にさせていただきました。で2位ですね、三菱 UFJ 国際っていうファンドが扱ってる E-Maxis Slim っていうシリーズがあるんですけど、これは全て信託報酬が安いです。でそれの先進国株式インデックスってやつなんですけど、投資してる中身はこれと全く一緒なんですよ。1位の日生外国株式インデックスと MSCI 国際、米国を中心とした先進国の株に分散投資してる、中身は全く一緒です。で信託報酬も一緒です、ほぼ。で何が違うのかって言ったら時価総額ですね。時価総額が、純資産が日生外国株式の方が多かったんで、1位をこっちにしました。ただその時価総額もこちらも十分、100億以上ありますから、十分です。はい、で次3位、こちらも三菱 UFJ 国債の E-Maxis Slim バランスのE-Maxis Slim のこれは中身は SP500 です。こっちは、米国を中心とした先進国に分散投資、こちらは米国に集中投資の銘柄です。バフェットもおすすめの S&P500 です。で、なぜ3位にしたかって言ったら信託報酬がこちらより若干高かったんで3位にしただけで、まあこの1位から3位はもうほぼ一緒だと。チャート形状とかもほぼ一緒なんで、上がる時も下がる時もほぼ一緒です。でこれを1位2位3位に上げさせていただきました。で最後4位、同じく E-Maxis Slim、バランスってやつがあるんですよ。
三菱 UFJ 国際の E マキシスリムバランス8資産均等型っていうのがあるんですけど、中身で言うと日本国内の株で、日本国内の債券国債ですね、で海外の株と債券で、海外国内のリート、リートっていうのは不動産と、海外のリートで、あと商品とか、8資産に、まあ、ちょうどいいように均等に分けて、ポートフォリオを組んでると、組んでくれると。でこの銘柄のいいところはポートフォリオ、何かの資産がバンって上がって何かの資産が下がった時にポートフォリオが比率が変わるわけですよ。でそれを個人でやってる人っていうのは自分でリバランスっていうのを行わないとダメなんですけど、これは自動でリバランスをしてくれるっていうメリットがあります。であとこちらとの違いは、こちらはもうアジアの比率が非常に 50% ぐらいで、米国の比率が 20% ぐらいなんで、そこはちょっと米国の割合が少ないんで大丈夫かなって心配なところなんですけど、いいところはこっちは全部株メインなんで、株価が下落してる時にすごいこう値動きするんですよ。株価の上昇トレンドの時はすごい上がるんですけど、株価が暴落とかしたら結構下がるんですよ。でもこちらは、債券とかリートとかでリスクヘッジしてるんで、まあこちらが大暴落してる時もまああんまり下がんない、逆にちょっと上がっちゃったりとか、そういう時もあるんで、まあどちらかっていうとこっちはボラ、値動きが大きい、こっちは値動きが少ないんで、まあ下落トレンドの時もあんまりマイナスにならないんで、メンタル的にもあまり含み損にならないんで、まあ、いっぱい大きな利回りがなくても安定的にやりたいっていう人にはおすすめの銘柄です。ちなみに私はこの4番の8資産均等型に積み立てNISAをしております。はい、以上でこの動画を終わらせていただきます。この動画が良かったなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。で概要欄のリンクのところにセカンドチャンネルもやっておりますので、そちらはトレードの学校ということで、まあ、投機の内容なんですけど、よろしければチェックしてみてください。あと、冒頭にも言いましたけども、LINE、公式 LINE に登録していただきますと長期投資のテクニックということで、まあ、この内容、まあ、さらっといきましたけど、なぜそうなのかっていうことを詳しくやってますんで、ぜひ公式 LINE の方に登録してください。でプレゼントの方を受け取って学んでみてください。以上でこの動画を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。